皆さんおはようございます。今日も御言葉から恵みを分かち合わさせていただきたいと思います。今日はですね、ローマの12章の5節から8節をお読みしたいと思います。お読みします。大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人は互いに器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って異なる賜物を持っているので、それが預言であればその信仰に応じて預言し、奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教え、勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導をする人は熱心に指導し、慈善を行う人は喜んでそれを行いなさい。アメン。私たちはですね、それぞれ恵みに応じて様々なですね、異なった賜物が与えられています。目立つ賜物もがあれば、また目立たない賜物もあるわけなんですね。でも神様はですね、あなたに間違いなく賜物を、ね、神からの優れた何か能力をですね、長所を与えているというんですね。私たちはですね、その与えられた賜物を自分のものだと勘違いしがちです。間違いではないんだけど、でも自分のものだけではないということをですね、知ってほしいと思うんです。私たち一人一人はキリストの体であって、互いに器官だよって、ね、それぞれですね、つながって一つの体、イエス様の体を作っているものなんだというふうに言うわけなんですね。私たちは、自分の与えられた賜物、自分のものであって、またですね、他の人のため、ね、一緒に体としてですね、そこに備えられているキリストの体として備えられている他の人、ね、このエクレシアというですね、神様を呼び集められたという意味での教会、ね、地域教会、ね、何々教会っていう、そこだけじゃなくて、このですね、全世界の今までの全てのですね、クリスチャンたちのそのですね、共同体、そのですね、一部であって、私たちは他の人のためのものでもあるということを知る必要があります。あなたの賜物は共有財産なんですね。そして私たちの頭は誰かって、イエス様だって言っています、ね、このですね、私たちの賜物、このキリストの体に属するですね、私たちは、ね、このイエス様が使いたいように使うためにあるんだということも知る必要があります。あなたの賜物はあなただけのものではなくて、キリストの体である教会に与えられた共有財産なんですね。あなたに与えられた恵みをあなたの人生のためだけに使わないでください。キリストの体の部分としてどのように用いることができるだろうかということをですね、考えてほしいなと思うんです。どのようにシェアすることができるかということを考えてください。ある人は、私には賜物がない、そういうふうに言うかもしれません。めっちゃ嘘です。恵みに応じて私たちには神様から賜物が与えられてます。あなたが気がついていないだけです。認めてないだけです。もしくは軽んじているだけです。ある研究者は、私たちには500から700の自分では知らない長所をまだ持っている、そのように言います。あなたにはあと500、700あります。たとえあなたが何か障害を持っていたとしても、体を動かすことができなかったとしても、あなたには賜物が与えられているんです。賜物をですね、見つけてください。そしてそれをですね、キリストの体のために用いて、ね、共有財産をですね、ちゃんと共有していただきたいなというふうに思うんです。もしかしたらですね、あなたの近くにいる人はあなたよりあなたの長所を生み出すのが得意かもしれません。私の賜物は何ですか、そのようにですね、何だと思いますかって、ね、あんま圧をかけて聞くとですね、プレッシャーですけども、ぜひですね、聞いてみていただきたいなと思うんですね。そして、あ、自分の賜物はこれだなということを見つけたら、ぜひですね、コメント欄にコメントしていただけたら幸いだなと思います。私もある時、10年以上前ですけども、スモールグループでですね、セルグループで、お互いの賜物を書き合う、その人の長所を書き合うっていうことをしていたんですね。今でも覚えてます。ある人が、私の弟ですけども、書いた文章にですね、私に対して書いたところに、私の長所、ね、意外と豆、いや意外との意外とっていらないでしょってね、思いましたけど、でもですね、それは自分にとって目が開かれたことだったんですね。
自分はあまり豆だと思っていなかったんです。でもですね、その日の一日の自分の動きを見たら、このセルグループ、スモールグループをするためにどれだけ自分が労しているか、またですね、まあ、それをすごく労していると思わずにですね、やっていた、みんなのご飯を作って準備してとかですね、さまざまして、それをですね、今まで豆だと思ってなかったんですけど、評価してみると、ああ確かに豆だなと、ああ自分では気づかなかった視点を教えてくれたなと思ったわけなんですね。皆さんには素晴らしい賜物があります、ね、それを認めてください。またそれを見つけてください。そして用いてください。感謝します。お祈りします。天の神様、ありがとうございます。私たちに良い賜物を数多く与えてくださっていること、まだ気がついていないものもありますけども、与えてくださってありがとうございます。どうか私たちがそれに気がつき、用いることができるように助けてください。どうか神様、あなたがくださった私たちの賜物を、私の賜物を用いて、あなたの体のために、人々のために用いていくことができるように、他の人の祝福になることができるように助けてください。感謝し、期待し、愛するイエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。神様の祝福がありますようにお祈りしています。 God bless you.